こんにちは。本日は、特別な船の進水式の様子をお届けします。三菱重工マリタイムシステムズ社が建造した最新鋭の巡視船、五島が、ついに進水しました。この巡視船は、日本の海上保安庁向けに特別設計されており、日本の海を守る新たな力として期待されています。そのスペックと機能、進水式の舞台裏まで詳しく見ていきましょう。南西諸島の防衛と中国の圧力に対抗するために設計されています。この船は高速であり、最大24000馬力のディーゼル機関を備えて、25ノット以上の速力を発揮。これは悪魔的です。去る2024年8月8日、三菱重工社のグルループの造船企業である三菱重工マリタイムシステムズ社の三菱重工マリタイムシステムズ社の岡山県の玉野市の造船所において、新造中の巡視船の進水式が挙行された。三菱重工マリタイムシステムズ社は、かつての三井グループに属していた重工業企業の株式会社三井 &S を前身とし、2021年11月に、その艦艇及び観光庁向けの船舶事業を買収して成立した経緯を持つ企業である。こうして生まれた三菱重工マリタイムシステムズ社、そのグループ企業でもある三菱重工社、ジャパンマリンユナイテッド社の3社に、現在は日本の海上自衛隊や海上保安庁向けの艦艇、船舶の建造は集約された形と言っていいだろう。このような海上自衛隊や海上保安庁向けの艦艇、船舶の建造を請け負うにあたっては、当該企業には、その建造を行い得る技術的な能力のほか、これまでの実績、経験や知見も問われるため、しばらくは、この体制が続くと想定されている。そんな三菱重工マリタイムシステムズ社の岡山県の玉野市の造船所において、この度進水を迎えたのは、海上保安庁向けに建造が進められてきた、宮古型巡視船の5番船にあたる船舶で、船名は五島と名付けられた。海上保安庁向こうに所属する巡視船の場合、船名のネーミングは、それが配属される地方、海上保安庁の中で、全国を11の管区に分けて運用されているの地名を名付けるのが慣例であるため、おのずと、今回の五島の配備先も予想できる。それは、五島の船名が、長崎県の五島列島に由来することから明らかであると思われ、福岡県の北九州市門司区に本部を置き、山口県の西部や、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、そして熊本県の有明海までを管轄する、第7管区で間違いないだろう。今回の五島に先んじて建造された宮古型巡視船は、そのルールに準じて、1番船の宮古が宮古島のある第11管区、2番船の大隅が大隅半島のある第10管区、3番船の八重山が八重山諸島のある第11管区に配属されている。なお、宮古型巡視船の4番船である奄美は今年2024年1月に進水を迎えたばかりで、配属は来年度の2025年度になると目されているが、こちらも奄美大島を管轄する第10管区の配属になるものと考えられている。これまでの5番船、五島まで含めた宮古型巡視船5隻の建造元は、3番船の八重山をジャパンマリンユナイテッド社が手掛けたのみで、他の4隻は、旧株式会社三井 &S とそれを引き継いだ三菱重工マリタイムシステムズ社が行っている。そして、今回の5番船、五島を含め、これまでに建造が行われた宮古型巡視船5隻は、すべてが、第7管区、第10管区、第11管区と九州から沖縄にかけての管区に配備されることになっており、自衛隊同様に南西諸島方面の体制を厚くする方針が感じられる。それは、言うまでも、なく、中国が尖閣諸島をはじめとする日本の南西諸島方面への圧力をますます強めていることへの対処、対応を迫られているためという点は間違いなく、中国の拡張政策が改まらない限り、残念だが、この状態が解消されることはないのだろう。さて、今回の5番船、五島を含む宮古型巡視船だが、相当数が約3500トン、全長が約 117.0 メートル、全幅が 14.8 メートルの船体に、機関部には、
ヤンマー社製の 8EY33W ディーゼル機関を4機搭載しており、最大で出力24000馬力、速力25ノット以上を発揮するとされている。海上保安庁の巡視船としては、中型以上の規模を持つと言ってよいと思われ、兵装も、スウェーデンは、ボフォース社製の70口径の 40mm 単装機関砲を2機搭載しており、その点からも、巡視船の中では、かなり強力な部類に入ることは確実である。この他の装備として、都型巡視船は、遠隔用の放水銃や艦尾部分には、回転翼先用の飛行甲板も備えており、その格納庫スペースは設けられていないため、常時回転翼機を搭載しての任務は困難だが、必要に応じ発着艦をさせられる仕様となっている。都型巡視船の一番船にして、ネームシップの都は、旧株式会社三井&Sの玉野市の造船所において、2018年2月に寄港されており、この年や3番船の八重山が、今年2024年2月に第11管区に配属されたことから、新しい巡視船を目指したであろうことが伺える。ただし、都型巡視船の船体の規模は、1996年3月に寄港され、わずか1年半後の1997年9月に配備が行われた巡視船、伊豆とほぼ同様だが、同船は、他に姉妹船は派遣造されず、その一隻のみに止まり、今も就役を続けている。巡視船、伊豆は、総トン数が3768トン、全長が 110.4 メートル、全幅が 15.0 メートル、の船体を持ち、これに、機関部には、ピルスティック 8PC に、6リッターと U ディーゼル機関を2機搭載し、最大で、出力12000馬力、速力で21ノットを発揮すると公表されている。先の都型巡視船の仕様と伊豆との数値を比較してみると、船体の規模的にはかなり似通っていることは間違いないが、機関部は、前者が最大出力で2倍、これを活かし、最大速力でも、4ノット以上高速となっている点が大きく異なる。そもそも、巡視船、伊豆は、1995年に生起した阪神淡路大震災の教訓をもとに、今後起こり得るそうした大規模自然災害時において、海上保安庁側が、的確な現場への指示を行うべく、通信、指揮、物資運搬の3機能を充実させる巡視船として建造された。また、これらに加え、巡視船、伊豆は、海上、海中における救難能力を強化した潜水指定船としての側面も合わせ持ち、その任務に必要な潜水士及び必要な機材、そして海底の地形操作用ソーナーをも完備した特殊な巡視船でもある。これに対して、海の5番船、五島を含む都型巡視船は、船体の規模こそ巡視船、伊豆に準じているものの、ことに2000年以降、南西諸島方面への圧力を強め続けている中国側に対抗すべく、領海の警備に重点を置いた汎用的な巡視船として建造されたと言えそうだ。ちなみに、都型巡視船は、海上保安庁が現有し、運用中の巡視船の中でも、各種の物資を大量に搭載できることから、長期間に及ぶ稼働にも適しており、同巡視船をベースにした大型練習船の陸久慈間も、今年2024年7月に就役している。南西諸島における中国側への対策としては、海上保安庁では、2016年3月に、尖閣諸島の周辺の領海を専従で警備する体制の構築を行っており、総トン数が3200トン級で、回転翼機1機を常時搭載可能な津軽型巡視船2隻と、総トン数で1700トン級の国が身型巡視船10隻を集中配備している。海上保安庁では、こうした巡視船の強化と運用以外にも、2021年10月から、アメリカの GAASY 社の無人航空機である、シーガーディアンをリース契約で配備、昨年2023年5月には、同機を3機体制とすることで、海上監視体制の拡張も並行して進めている。この3機体制でのシーガーディアンのリース運用によって、
その有用性を確認できたことから、今後、海上保安庁では、2025年度中に2機を追加することを決め、今後は、これまでのリースではなく、購入へと契約体系も改めることが報じられている。海上保安庁におけるこのシーガーディアンの運用拠点は、これまでは、青森県の海上自衛隊の八戸航空基地内に置かれていたが、南西諸島方面へより注力する方針もあり、今後の追加分を含め、以後は、福岡県の北九州空港を拠点として運用することが見込まれている。ただし、現在、青森県の海上自衛隊の八戸航空基地内に置かれているシーガーディアンの拠点では、同機の操縦そのものは、製造元の GAASY 社に委託されており、今後、こうした部分も内製化する必要があるのではないかと、個人的には感じている。日本がインドとの外務・防衛閣僚会合、通称2プラス2にて驚きの展開になり、モガ・ミガタ護衛艦が搭載している複合通信空中船の通称ユニコーンのインドへの転移が検討との情報をキャッチしました。今回は、そんな最新鋭モガ・ミガタの複合通信空中船の通称ユニコーンのインドへの転移かを詳しく見ていきますね。日本とインドの協力体制は、中国が一番嫌う方向性です。近平も今度は挟まれてしまいましたね。中国国内は崩壊中なんです。日本とインドは2カ国間で相互に外務大臣と防衛大臣及び国防大臣が参加を行う外務防衛閣僚会合、通称2プラス2と呼ばれる協議をインドの首都ニューデリーで2024年8月20日に開催したことが報じられた。今回の日本とインド間での外務防衛閣僚会合、通称2プラス2には、前者からは上川外務大臣と木原防衛大臣、そして後者からはジャイシャンカル外務大臣と新国防大臣が出席、両国としては通算で3回目の実施となった。日本において外務防衛閣僚会合、通称2プラス2と聞けば、唯一の軍事同盟締結国であるアメリカとの間で行われる会合との印象が強いかもしれないが、今回のインドのように、アメリカ以外の国とも行っている取り組みではある。日本は、これまでにも、アメリカ以外の複数の国とこの外務防衛閣僚会合、通称2プラス2に臨んでおり、今回のインドをはじめ、オーストラリア、インドネシア、そしてイギリスやフランスなどとも、その会合を行っている。もっとも、相手国として以外に思われるかもしれないのはロシアで、かつての安倍政権時には、同国からの北方領土の返還を念頭に置いた、日露間での外務防衛閣僚会合、通称2プラス2を開催したこともあった。まあ、2022年2月に正規し、今も、ウクライナの劣勢が続くロシア・ウクライナ戦争に直面し、日本とロシアとが、再び、この外務防衛閣僚会合、通称2プラス2を開催することは当面はないと思われるが、政治的な動向に沿って開催されてきた側面もある。さて、今回の日本とインド間での外務防衛閣僚会合、通称2プラス2の開催だが、その主たる開催目的は、南シナ海や東シナ海、さらには西太平洋など周囲の海への進出を強める中国に対し、これを牽制する政治的な意味が大きかったと考えられる。したがって、今回の日本とインド間での外務防衛閣僚会合、通称2プラス2においては、大きな枠組みとしては、日本、インド、アメリカ、オーストラリアの4カ国によるクアッド体制のこれまで、
以上の連携の強化が打ち出された。また、日本とインドの双方が今後の安全保障環境を見据えた上で、宇宙空間やサイバー空間といった新たな領域についても、軍事面を含めた協力関係の進行を行うことが表明され、新たにこれらの点への協力も合意がなされたとされる。具体的には、今回の日本とインド間での外務・防衛閣僚会合、通称2プラス2の成果として、日本の自衛隊とインド軍との合同軍事演習の強化や、海上自衛隊の艦艇を中東方面やアフリカ方面に派遣する際の支援についても合意したと報じられている。これらに加えて注目を集めたのは、現時点で海上自衛隊の最新鋭の護衛艦であるもが、身型に搭載されている艦艇搭載用のアンテナ設備を、インド海軍の艦艇に対しても転移する検討がなされた点であろう。この最後の海上自衛隊の最新鋭の護衛艦であるもが、身型に搭載している艦艇搭載用のアンテナ設備を、インド海軍の艦艇に転移する検討が行われたことが注目されているのは、それが、日本の防衛装備品の輸出に直結する事例となり得るゆえであろう。海上自衛隊の最新鋭の護衛艦であるもが身型は、1番艦にして、ネームシップの、も、ガミ、2番艦の、クマの、3番艦の、のしろが2022年、4番艦の、みくまが、2023年、5番艦の、やはぎと、6番艦の、あがの、が、今年2024年6月までに就役している。さらにもが身型は、7番艦の、いよども、今年2024年末の就役が予定されており、以後8番艦の、ゆうべつ、9番艦の、なとりが、来年2025年中に就役予定で、10番艦から、12番艦も、2026年度内までにこれに続く形である。一時期は、22隻という、大量建造も視野に入れられていたのが身型護衛艦だったが、現在は、この12隻で、一旦、同型艦の建造を終了し、以後は、その拡大改良版となる新型艦の建造が、同様に、12隻の規模で実施されることが打ち出されている。も、が身型護衛艦は、基準排水量で3900トン、満載排水量で5500トン、全長で 133.0 メートル、全幅で 16.3 メートルの艦隊を持ち、海上自衛隊で初となる新たな艦首記号、FFM を付与された艦艇としてもよく知られている。この艦首記号の FFM は、頭の FF が艦級を示すフリゲートを意味しており、後ろの M は、機雷を表す、マインと多目的を表すマルチパーパスのダブルミーニングと公表されており、従来までの日本の沿岸防備を担う護衛艦、艦首記号、DE を置き換えるものとなっている。も、が身型護衛艦は、当初の予定であった基準排水量3000トンという規模からは3割ほど大型化しているが、機関部には、ディーゼル機関とガスタービン機関を合わせたコダグ方式を採用。最大で、出力7万馬力、30ノット以上の速度を発揮可能としている。また、兵装面に関してももがみ、型護衛艦は、主砲として、マーク 45.62 口径5インチ砲1機、マーク 41VLS 垂直発射艦16セル、17式艦対艦誘導弾の4連装発射筒を2機、324mm 3連装単魚雷発射艦2機等を装備予定で、そして、機雷の敷設と除去の両方を行うことも可能とされている。この最後に挙げた機雷の敷設と除去の両方を行うことが可能である点が、もが身型護衛艦の艦首記号、FFM にも反映された特徴であり、従来まで、ハムット小型の専用の艦艇で実施していた対機雷戦闘も包括して行うことが基礎されている。そして、も、が身型護衛艦といえば、レーダー反射断面積を極力抑えるために、できるだけ、艦全体を、シンプルなラインで構成するデザインが採用されており、兵装を含め、非常にスッキリとした見た目が特徴だと言ってよいだろう。こうしたレーダー反射断面積を極力抑え、艦隊のステルス性の向上の一環を担っているものの一つとして、艦橋上部に設置された円筒形をした、棒状の通信用のアンテナ、複合通信空中線があり、もが身型を識別する上での外観上のトレードマークともなっている。
目下、味方護衛艦の通信用のアンテナ複合通信空中線は、英語では、ユニテッド・コンビネット・ラジオ・アンテナ・ユニファイド・コンバインド・ラジオ・アンテナと呼称され、その頭文字と見た目から、想像上の一択銃にも呼んで、ユニコーンとも呼ばれている。この通信用のアンテナ複合通信空中線である通称、ユニコーンが、今回の日本とインド間での外務・防衛閣僚会合、通称2プラス2において、今後、日本から、インド海軍の艦艇へ移転する検討が行われたものである。通信用のアンテナ複合通信空中線である通称、ユニコーンは、日本の NEC、日本電機株式会社が、主契約となって開発されたもので、同社の桑井三波工業株式会社及び、横浜ゴム株式会社の技術によって実用化された。この通称、ユニコーンは、これまで、海上自衛隊の艦艇において、マスト上部に複数存在していた個々の空中戦群を、相互に干渉させずに配置し、レーダー反射弾面積を低減させ、対雷性を確保し、また整備性を向上させ、偽装を簡素化して、単体の空中戦装置に統合したものである。今年2024年3月の時点で、日本は、国連憲章に沿う形の防衛装備品技術移転協定を、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデンの欧米各国、オーストラリア、インド、シンガポール、フィリピン、インドネシア、マーシア、ベトナム、タイ、そして、中東の UAE と締結してる。今回の日本とインド間での外務・防衛閣僚会合、通称2プラス2の後、木原防防衛大臣は、通称、ユニコーンのインドへの移転を機会とし、防衛装備品へ関連する技術協力を深めることで合意を得たと述べ、インド等の関係国とさらに連携強化を図る姿勢を明確にした。東方日報によると、中国海軍が新たに004型と呼ばれる航空母艦の建造を開始したと報じられました。この記事で、その最新の中国製空母004型の詳細について深く掘り下げてみたいと思います。しかし、中国の真に注目すべき計画は、2030年までに5隻、2049年までには10隻の空母を保有するというものです。今回の新型空母の建造は、この大胆な目標に向けた重要なステップとなるでしょう。この計画からは、明らかに緊迫感が伝わってきます。現在、香港で発行されている広東語表記の新聞の中にあって、最大の発行部数を誇る東方日報は、2024年8月12日付の紙面において、中国画寮寧省にある大連造船所で、新型の航空母艦が建造されているとの内容を報じた。東方日報の同報道によれば、この新型航空母艦は004型と紹介されており、現在テスト中の物件に続く中国国産の航空母艦としては3隻目にあたり、規模的には物件と同等ではないかと記述している。物件は、機関部こそ通常動力型の航空母艦ではあるが、中国海軍の1隻目の遼寧や2隻目の山東のように、艦首部にスキージャンプ方式を備えたものではなく、電磁式のカタパルトを発艦装置に初採用することが判明している。今回、東方日報が報じた004型と、召される新型の航空母艦は、規模的には復権と同程度と見られるが、ついに、機関部には、中国海軍の航空母艦として、初の原子力推進を搭載するのではないかと推察されている。これまでも、いずれ、中国海軍は、
原子力推進型の航空母艦の建造に着手するとは予想されていたが、航空母艦に搭載する原子炉の技術的な課題などから、一時期は、その実現は、近年中に行うことは困難ではないかといった声も上がっていた。しかし、仮に、今回の東方日報の報道内容が正しいとすれば、中国海軍は、合計で4隻目、国産として、3隻目で原子力推進機関を搭載した航空母艦を手掛けていることを意味し、アメリカ、フランスに次いで、世界で3番目の原子力空母の保有国となる可能性が高まった。今回の東方日報のこの報道には、実は伏線とでも呼ぶべき動きがあり、それは今年2024年3月に中国海軍の高官が合計で4隻目、国産として3隻目の航空母艦の建造を認め、その動力がいかなる方式となるのかも近日中に公表されるだろうと述べたことだ。現段階では大連造船所で建造中と伝えられた中国海軍の004型航空母艦の機関が原子力推進方式であるのか否かについては、中国当局が公式に認めたわけではなく、あくまで東方日報がインターネット上の情報を集約した上での推察にはなる。では、改めて、これまでの中国海軍の航空母艦の配備状況を振り返ってみると、まず、2012年9月に、1隻目の航空母艦、遼寧を就役させており、同艦は、旧ソ連時代に建造途中だったアドミラル・クズネツォフ級航空母艦の2番艦、ワディャーグを改修したものだ。アドミラル・クズネツォフ級航空母艦の2番艦、ワディャーグは1985年に寄港されたが、1991年の旧ソ連の崩壊に伴い、紆余曲折を経て、その余波で独立国となったウクライナの所有物となり、最終的に中国がスクラップの名目で1998年に入手した。そこから14年を経て、中国は、なんとか自国海軍の1隻目の航空母艦、遼寧として就役させ、旧ソ連時の使用と同様に、初艦時には、ガンシュ部のスキージャンプを使用し、着艦時には、アレスティングワイヤーを用いる、ストーバー方式の航空母艦となった。航空母艦、遼寧は、基準排水量が 46,637 トン、満載排水量が 59,439 トン、全長が 304.5 メートル、全幅が、37.0 メートルほどの艦体を持つ中型の航空母艦で、最大でおよそ36機の航空機を収容可能とめされている。この遼寧をベースに続けて、中国海軍が初の国産の航空母艦として建造を行ったのが山東であり、2013年11月に寄港、2017年4月に進水、2019年12月に就役を果たし、発着艦の機構もストバー方式を踏襲している。山東は、基準排水量が 56,000 トン、満載排水量が 67,000 トン、全長が 315.5 メートル、全幅が 38.0 メートルの艦隊とめされており、ベースとなった遼寧から、若干の大型化が図られたことが数値上からは伺える。山東では、ベースとした遼寧と比して、艦体が若干大型化されたこともあり、艦内の格納庫のスペースもおよそ2割ほどが拡張されたと召されており、そのことから、最大で収納可能な航空機も46機ほどまで増加した可能性がある。それは、艦載の主力戦闘機である J15 の収容数換算で6機に相当すると考えられており、練習用の航空母艦と位置づけられる遼寧に対して、山東は、初の実践的な運用を中国海軍が行った艦艇と認識されている。ただし、遼寧やその拡張版とも言うべき山東は、艦載機の発着艦に、ストバー方式を採用しているため、初艦時には、カタパルトでの射出を使用し、着艦時には、アレスティングワイヤーを用いるキャタバー方式に比して、艦載機の運用効率が低いと指摘されてきた。例えば、蒸気式のカタパルトを備えたアメリカ海軍のミニッツ級原子力航空母艦の場合、艦載機の最大離陸重量は、およそ45トンに達することに比して、山東では、実に、その6割強の28トンほどに止まるとの指摘がある。これだけ、艦載機の発艦時の重量に差があると、
遼寧や山東が艦載する主力戦闘機の J-15 では、空対空ミサイルしか兵装として搭載することができないと思われ、対艦攻撃や対地攻撃が可能な兵装の運用は困難と見さされている。また、アメリカ海軍のミニッツ級原子力航空母艦は、カトバー方式であるため、1日あたり120回ほどの艦載機の出撃が可能だが、ストバー方式の山東は、これが40回程度ではないかと見されており、艦隊の規模や搭載機数以上に、攻撃力に大きな差があると考えられてきた。こうしたストーバー方式の遼寧や山東が抱える課題は、無論等の中国海軍も十二分に認識しており、それを踏まえて、3隻目、国産としては、2隻目の航空母艦、福建では、ついにカトバー方式を採用した。航空母艦、福建は、2018年末に建造が開始されていることが報じられ、そこからおよそ4年を経た2022年6月に進水、今年2024年5月頭にはテスト航海が行われ、本年中に就役することが予想されている。福建は、推定で、満載排水量がおよそ8万トン、全長がおよそ 316.0 メートル、全幅がおよそ 38.0 メートルほどと見されており、中国海初のキャタバー方式の航空母艦として、3機の電磁式カタパルトを搭載すると喧伝されている。電磁式カタパルトは、アメリカ海軍でも、最新鋭のジェラルド・ R ・フォード級の一番艦にして、ネームシップのジェラルド・ R ・フォードが唯一運用されているのみで、世界でも2隻目となる可能性がある。そもそも、電磁式ではない従来までの蒸気式カタパルトであっても、それを現時点で実装し運用しているのは、アメリカ海軍のミニッツ級航空母艦10隻とフランス海軍のシャルル・ド・ゴールしか存在しない。そして、フランス海軍のシャルル・ド・ゴールの蒸気式カタパルトも、アメリカが提供したものであるため、その製造は、アメリカ以外の国が成功させたことは、これまでの歴史の中でも起きていない状況だ。さらに、アメリカ海軍のミニッツ級航空母艦、最新鋭のジェラルド・ R ・フォードも、フランス海軍のシャルル・ド・ゴールもいずれも、その機関部には原子力推進が採用されており、ことに、電磁式カタパルトの稼働には、そこから生み出される大電力が必須と言われている。そのため、中国海軍の福建が、通常動力型の機関部でいかにして、電磁式カタパルトを稼働させられるのかという点については、かなり懐疑的な意見が、西側各国の報道では大勢を占めている。その可否は、今年2024年中に、予想通りに福建が就役し、軍事演習等で、実際に電磁式カタパルトを稼働させたことが確認されるまで何とも言えないが、かなり技術的なハードルが高いことは間違いないだろう。そんな福建の世界が注目する就役の予定であるこの2024年に、中国海軍が次の4隻目の航空母艦の建造を進めており、それが原子力推進である可能性があることについて、その軍拡の速度には改めて留意が必要と思われる。東方日報は、2024年8月12日に、中国が遼寧省大連造船所で、新型航空母艦004型を建造中であると報じました。この航空母艦は、福建と同規模であり、中国国産の航空母艦としては、3隻目にあたります。注目すべきは、この新型航空母艦が、中国海軍の航空母艦として、初めて原子力推進を採用する可能性がある点です。もしこれが事実であれば、中国はアメリカやフランスに次いで原子力空母を保有する世界で3番目の国となります。この報道は中国の軍事力強化と技術進展を示唆しています。